はい、どうも、こんにちは。まじがちです。今回はバックの、このマークスマンの方で、なまら強いっていう、あー、フォローにするの忘れて、あ、あった。よかった。はい、最近はちょっとホログラフィックサイトが強いんではないかという。よし。で、このバックさんですね。もうご存知だと思うんですけども。おっと、どうした？なった。おっと、おっと、おっと、おっと。はい、ご存知かと思うんですけども、ショットガンに切り替えることができるんですね。で、その、このショットガンがですね、なかなか強いと。それに、やばいっすね。もうほんとんど反動がないので、本当にやりやす、使いやすいのかな。めっちゃ使いやすいっすね、これ。ただちょっとオートではないので、オートではないので頑張って、早く連射する必要はありますね。まあ、ただ強いので。あれ、あそこにいるな。で、ミスったらこうショットガンに切り替えて殺すと。はあ、今のミスったな。で、こういう壁とかはね、ショットガンで壊した方が。あ、怖い、やばい、やばい。そこにもいいのか。一回補充しなくてもいいか。いや、補充しよう。大体3回で壊れるかな。近かったら2回ぐらいで。ここにもいるので、ここにいるってことはそこにもいるんですよね。3ホスティルズ remaining。 あ、やばい、引っかかったよ。まあ、でも残りは多分3回なんで。降りたの？はい、ということでね、この、バックを使いこなせれば、もう活躍間違いなしということで。はい、ということで、バイバイ。